コグマ座とポラリス中央上端にポラリスが位置する地球からは北極星はほとんど動かないように見える半周以上の日周運動を記録することでポラリスも天の北極を中心とした日周運動を描いていることがわかる北極星とは北側の極星のことで天の北極に最も近い輝き星を意味する。自転するあらゆる天体ごとに定義ができるが ここでは地球における天の北極に最も近い輝き性について詳述する。地球の再三運動のため春分点や終分点が王道に沿って西向きに移動し約25,800年で一周する。このため天の北極も移動する。21世紀時点で天の北極に完全に重なる地球の輝き性は存在しないが、コグマザアルファー製のポラリスを北極星と呼んでいる。 詳細は、ポラリスを参照地球の自転軸を北極側に延長した天球面上の天の北極近くにある星を北極星と呼んでいる。日周、あるいは年周においても、地球上から見ると星はほとんど動かず、北の空の星は北極星を中心に周りを回転しているように見える。そのため、北極星は天足航行を行う際に正確な測定を、 するための固定点となりうる。現在北極星と呼ばれるポラリスは21世紀初頭では天の北極から視野角で一度弱離れたところに位置し、視直径1.5度程度の円を描いている。地球の時点には採差があると認識され、天の北極も移動して北極星も何千年かごとに別の星に移り変わることが分かっている。差運動により天の北極が移動するため、 北極星の役割を果たす星は、年ごとに天の北極に近づいて、極地となってから離れていき、他の星との比較によって、北極星の役割を交代していく。この変化は、人類の有志時代の長さに比べてゆっくりで、およそ2万5千0百年で、元の星に戻り、これを繰り返す。ただし、核構星の固有運動があるために正確な繰り返しとはならない。 例えば、牛イザアルファ星のアークトルスは、全二21個の一等星のうち固有運動が、ケンタウルスザアルファ星に次いで大きく、紀元前58000年頃に、天の北極に近く、北極星となっていた。計算から、紀元前2000年代には、リューザアルファ星が、天の北極近くにあった。紀元前二千五百年のエジプト第四王朝に建てられたクフ王のピラミッドは、 建設当時の北極星と大熊座のミザールを使って正確にマキタを求めて建設されていたらしいことが分かっている。およそ紀元前1万2000年頃はこと座のベガが北極星であり、今から約1万1000年後には再びベガが北極星になる。北極星と認識される条件は天の北極に近く明るいこと、近接する明るい星がないことである。また、 星の主等級が暗い場合、ポラリスは、その固有運動により、紀元前23,600年頃は、天の北極に現在より近く、西暦27,800年頃は、現在より離れると予想されている。下記の過去や、未来の北極星のうち、天の北極から一度以内に収まる星は、ポラリスと、リューザアルファー星であり、リューザアルファー星は、天の北極に最も近くなる。 パラディーズ・リューバコ・コシャーブ・サベン・エディチッチ、タウハー、イオタハーエライ・アルバット・アルファック・アルダ・アイ・ミーン・デネブ、ファエリス・ベガ・サイサによる天の北極の移動。星の位置は現在観測される位置。数字は、西暦年を表す。以下に、北極星として交代する星を示す。時期は、北極星として、見え始める時期ではなく、各星が、天の北極に、最も近づく時期を示し、 夏季の時期を中心とした前後数世紀はその星が北極星となる。夏季で表した死等級は現在の観測に基づく。過去の北極星から明るいが天の北極から5度ほど離れる。天の北極まで約7度まで近づく。現在の北極星西暦2100年頃に天の北極に最接近する。未来の北極星ケフェウスザウェータ星とケフェウスザ。 イオタ星が共に天の北極を周回する。ただし、天の北極から7度離れる。古代中国で編まれた星座、星間では、ポラリスは北極星と認識されていない。当時は、コグマザベータ星が天の北極に最も近かったからである。コグマザベータ星は古代中国の天球区分では、シビカキ中の星間である、北極の二つ目の星、北極二で、 ミカドと名付けられている。ポラリスは、星官、コーチンの、コーチンはじめに否定されている。これとは別に、天皇大帝という唯一性からなる星官があり、これは道教における最高神、玉皇大帝と同一視されている。この星が現代に現存する、どの星に当たるかは、当時の星図から正確に読み取ることが難しく、書によって様々に解釈が異なる。信仰においては、 西暦500年頃以降から北極星と認識されたポラリスであるとされ、北極守備大帝と称した。やがて北斗信仰における北斗七星中の最も明るい星であるオーグマザーアルファー星が仏教における妙剣菩薩と合わせて集合した。北斗七星のオーグマザーイータ星は、道教では破軍と称し、剣先に見立てて、武神、軍神として、戦国時代に信仰が流星した。 なお、宋の時代には、さらに二つの星を加える、新たな解釈で供養を表す星とされるなどした。これらは、道教や仏教などとともに、日本にももたらされ、主に戦国時代の武家の数形を集めて家紋などにも、なっているが、このような経緯から、もはや信仰に、北極性を含むかどうかの解釈は、曖昧になっている。天の北極の目印となるには、 暗すぎるが、以下の星も、天の北極に近づく。ありがとうございます。